皆さんこんばんは。トトワンドリーム TV 目指せ2億長者、司会の石上陽子です。コメンテーターはトトワン編集長の菅野さんです。よろしくお願いします。菅野です。よろしくお願いします。そして今回のゲストは月刊浦和レッズマガジン編集部の西村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。月刊浦和レッズマガジン今月12日発売です。ぜひ購入してください。ところで陽子ちゃん、はい、罰ゲームのコスプレなんですが、はい、これって一回着てますよね。そうなんですよ。ちょっと実はで、ね、気に入っちゃったんで、今週もこれでいいかなと思ってこれで出演しちゃいました。気に入ってるって、それじゃもう罰ゲームじゃないじゃないですか、はい、確かに。まあそこはね、固いことは言わずに、視聴者の皆さんもナース姿にはちょっと萌えとくるんじゃないかなと思うんで、うん、はい、確かにね、はい、俺もこういう看護婦さんがいたら病気じゃなくても病院行っちゃうかもしれないです。病気じゃなくてもですか。はい、具合の悪い人はチクッと注射しちゃうぞ。はい、では気を取り直して第395回のトト予想に移りましょう。まずは編集長の予想をお願いします。はい、私の予想はこうなっております。はい、こちらの予想のポイントをお願いします。はい、ナビスコカップで予選敗退が決まっているチームがあるので、その辺はちょっとモチベーション的にもいろいろ下がってくるんじゃないかなと思って、新潟と岩田の勝利を外して、大分広島の勝利を予想してます。ただ、京都と神戸に関しては勝ち点を上げる可能性があるんじゃないかと。京都に関してはやはり柳沢選手とパウリーニョ選手の決定力があるというところと、柏が、ディフェンスリーダーの、古賀選手が前節ちょっと怪我しちゃったので、そこが気になるかなと。神戸に関してはやはりホームで強いっていうところと、対する山形はまだ決勝トーナメント行きの可能性が残ってるんですけれども、リーグ残留に集中したいんで無理して勝ちに行かないんじゃないかなというような視点を持ってみました。そうですね、神戸はやっぱり宮本選手がいますからね。そうですね、はい。 T2 では最下位の横浜 FC を予想してますね。そうですね、岡山がやっぱりちょっと7連敗の5戦連続ノーゴールと苦しんでいて、まあ、横浜 FC も苦しんではいるんですけれども、前節難波選手が復帰したというところで接戦になるかもしれませんが、横浜 FC が勝つんじゃないかなと思います。ありがとうございます。それでは続いて西村さんの予想をお願いします。はい、やはり浦和レッズマガジンの編集部としては浦和の勝利の予想は外せない感じですよね。そうですね、浦和にとっては勝てば自力での決勝トーナメント進出が決まる大事な試合なので、1のシングルにしました。岩田広島は、同じ勝ち点ながら浦和より上位にいる広島には勝ち点を増やしてほしくないので、岩田勝ちの1のシングルで勝負してみました。J2 の方でいうと何かポイントっていうのはありますか。ヴェルディ対水戸、ですね、今季より浦和からレンタル移籍している水戸の高崎選手、第11節以降13、15、19と1試合おきに得点を挙げています。この流れでいけば今節は得点を決める試合なので、爆発を期待して2のシングルにしました。ありがとうございました。では続いてはトトワンパワープッシュ、今週の鉄板はこれだ。トトワン編集部が特に自信のある試合の、予想を紹介していきます。編集長、今週の鉄板はどの試合でしょうか。はい、今週の鉄板はこちらになってます。甲府対熊本の1、甲府の勝利ですね。はい、今週の鉄板甲府対熊本の1、理由をお願いします。はい、理由はこちらになってます。堅守が武器の甲府を信頼、甲府は今のところ15失点でこれはリーグ3番目に少ない数字です。で、非シュート数、放たれたシュート数の数を見ると195、で100台で、こらえているチームっていうのはまだ3チームしかないと。で、守備が非常に安定していて、一方で攻撃力は今一つなんですけれども、接戦を制する力を持っている、まだ3敗しかしてませんの で対する熊本はやっぱり11試合連続失点とちょっと守備が不安定なので、接戦になる展開もありえますけれども、やはり甲府が勝ち点3を取るんじゃないかと。やっぱり守備が堅いチームは、負けないというところがありますからね。で、まあ、J1 でいうとあれですよね、浦和も守備が堅いところが特徴かなと思いますけども。そうですね、今シーズンはレッツも守備が安定して勝ち星を加えられているので、
同じようなことが言えるでしょうね、うん、浦和も鉄板って言っていいかもしれないですね。はい、はい、ありがとうございました。以上、今週の鉄板はこれだでした。では続いては陽子の大荒れ注意報です。今回は外してしまった前回の汚名を返上します。今週もいろいろと情報を集めてきたので皆さんぜひ参考にしてくださいね。今週の大荒れ注意報は新潟対大分の試合です。投票率ではホーム戦に強い新潟に人気が集まっているんですが、私は大分が勝ち点を取る確率十分にあると判断しました。そう考える理由はこちらです。一つ目は大分は主力に復帰の可能性があるという点です。大分のシャムスカ監督は、故障で離脱していたフォワードの高松選手と、ボランチのエジミューソン選手、ディフェンダーの森重選手を新潟戦で復帰させようと計画しているようです。ウェズレー選手に続き主力の3選手がピッチに戻れば大分はほぼベストメンバーが揃うんです。最下位に低迷するリーグ戦で逆襲を果たす準備としても大分は勝利が欲しいところです。新潟戦には高いモチベーションで挑むはずです。もう一つの理由はこちらです。おそらく新潟がメンバーを落とすはずというところです。新潟は早々と予選敗退が決定しました。前節の広島戦では大野選手、小暮選手、そして千葉選手、三角選手など普段は控えの選手にプレーの機会が与えられています。大分戦の1週間後にはリーグ戦のガンバ大阪戦も控えていますし、今節も主力選手には無理をさせないはずです。というわけで今回は主力が復帰しそうな大分がメンバーを落とすはずの新潟にしっかりと勝ち点を取るはずです。皆さんこの試合は0や2を抑えることを忘れずに。以上、陽子の大荒れ注意報でした。皆さん私を信じてくださいね。信じてくれないとチクッと注射しちゃうぞ。どうですか、今週の大荒れ注意報は。確かに新潟はメンバーを落としてきているそうですよね。私もここは一応外しています。モチベーションっていう意味でもやっぱり大分の方が上なのかなっていう気がしますね。やっぱりそう思いますか。の今週 の, あの 今, 週 今, 週今回の予想は本当に自信があるんです、うん、来週はコスプレはないですね。そうですね、はい、コスプレになった方がいいのかな。いや、当てに行きます。はい、はい、さて、トトワンドリーム TV 目指せニューヨーク長者、皆さんの予想の参考になったでしょうか。トトワンウェブではトト予想以外の情報も掲載していますので、ぜひそちらもご覧になってください。はい、第395回の詳細データ予想に関しては、本日10日の10日水曜日の20時頃から随時更新していきますのでよろしくお願いします。第395回のトト販売締め切りは6月13日土曜日です。皆さん忘れずに一攫千金を狙ってくださいね。お二人の予想と、そして私の大荒れ注意報が当たるといいですね。ナビスコカップも予選敗退のチームが出てきたので今回は割と予想しやすいかもしれませんね。そうですね、J1 は結構順当な結果になるかなっていう気がします。はい、それでは来週も頑張りましょうね。おー、 おー、それでは皆さん、来週の水曜日にまたお会いしましょう。さようなら。